ガリシア州内の位置、メアーニョは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカとサルネスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は5453人。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.92%。メアーニョは、ポンテベドラ県の北西部、コマルカとサルネスに属する。北は、 リバドミアと、東は、メース、ポヨと、南は、三線ョと、西は、カンバードスと接し、そしてリアデアロウサに面している。自治体中心地区は、メアーニョ教区のアスコバス地区。メアーニョは、カンバードス司法管轄区に属す。住民は7の教区の59の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のルルデス・ウチャバレラ、自治体評議員は、 ガリシア国民党、10、ガリシア社会党、2、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。市長当選者、ホルヘ・ドミンゲス・ロサル市長当選者、ホルヘ・ドミンゲス・ロサル市長当選者、ホルヘ・ドミンゲス・ロサル首長当選者、ホルヘ・ドミンゲス・ロサルメアーニョは7の教区に分けられる。ふとじは、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。